ニコライ・オットビチフォニエッセンは、ロシア帝国の海軍軍人。日露戦争時には、有能な艦長として活躍し、第一次世界大戦時には、バルチック艦隊司令長官を務めた。サンクトペテルブルクで生まれる。彼の家系は200年続く、バルトドイツ人の船乗りで、先祖のうち7人が、セイゲオルギー勲章を受章している。1880年に、 海軍学校を1886年に海軍アカデミーを卒業。国会艦隊勤務を経て極東艦隊に配属される。最初に艦長を務めたのは1897年に指揮した水雷艇第120号だった。その後、紅葉砲艦、グロズヤーシチー、蒸気船スラブヤンカの艦長を歴任した。 巡洋艦のビーク1904年2月の日露、戦争勃発時、旅順にある、防護巡洋艦のビークの艦長を務めていた。エッセンは、この戦争で艦長として際立った有能さと、勇敢さを発揮する。極東艦隊司令長官ステパン、マカロフの時期命で、前任者が無能と判断された戦艦セバストポリの、指揮を引き継ぐ。 航海回線に参加するが結局旅順港に寄港し、日本軍の方以下に置かれた。203高地陥落後、旅順港内のロシア艦隊は、日本軍重砲の射撃を受け、ほとんどの艦が沈没した。セバストポリにも5発が命中したが、エッセンは砲撃の及ばない郊外に艦を移動させた。これに対し日本艦隊は、水雷艇による攻撃を加えた。 発射された魚雷は、計124発に上り、セバストポリは、損傷を受け隠座したが、水雷艇2隻を、撃沈、6隻を損傷させた。1905年1月2日に、旅順が開場したため、エッセンは、セバストポリを、沖合まで移動させて自沈させた後、日本軍の捕虜となった。装甲巡洋艦、流陸戦後は1906年に、 装甲巡洋艦、流陸艦長に着任。イギリスビッカース社の建造による同艦は、当時の装甲巡洋艦で、最も重装甲で最多の手法を備えていたが、速度21.4ノットと低速が欠点だった。この艦は、バルチック艦隊の機関となる。1908年巡位に昇進し、翌年バルチック艦隊司令長官に任命される。 1913年、中将に昇進。エッセンラロシア海軍の若い将官は、日露戦争の惨めな敗北や国会艦隊での水兵の反乱を反省し、改革に着手する。1907年に策定された、県艦計画は、彼の努力にもかかわらず、極めて緩慢に進められたため、それを補うため1912年から1916年に、 かけて新たな検討改革法を作成して提出、ドゥーまで可決された。彼は、新たな戦法や通信技術を身につけた将校を登用し、また、潜水艦や航空母艦の有用性に早くから気づいていた。海軍近代化のためクロンシュタットに、海軍士官学校を設立、技術や戦術のみならず、士気を維持するため水兵の扱いに配慮することを強調した。 また外洋での構成を重視して艦隊をフィンランド湾内に閉じ込めない戦略を目指した。バルチック艦隊司令長官フォン・エッセン提督1914年の第一次世界大戦勃発時、エッセンのバルチック艦隊はロシア海軍の中では最も戦争準備が進み構成が可能な状態にあった。ヘルシンキに司令部を置く彼の艦隊は戦艦4。 装甲巡洋艦5、軽巡洋艦6、魚雷艇62、潜水艦12からなっていた。しかし彼の上艦にあたる、ペトログラード地区の防衛を担当する、第6軍司令官コンスタンチン・ファンデアフリート将軍は、攻勢を許さず防御的戦略を取った。この戦略により、彼の艦隊は、リバウ軍港を引き上げて、主力を、 フィンランド湾に閉じ込め、老朽化した艦艇のみをリガ湾に置くことを強いられた。それでも戦争開始初期にエッセンは主導権を握るべく8月9日に出撃し、ゴットランド島にあるスウェーデン艦隊を先制攻撃しようとした。しかし、スウェーデンの参戦とドイツによる東部戦線での大攻勢を恐れた上官により帰還を命じられた。 1914年8月29日、エッセンは、装甲巡洋艦流陸とパルラーダを出撃させ、通称破壊戦に従事させた。成果は得られなかったが、ロシア海軍の指揮を維持するのには、大いに役立った。1915年5月20日、廃炎にかかったエッセンは、タリンで休止した。墓は、ペテルブルクにある。妻マリアとの間に一難次女 息子アントンは602型潜水艦 AG-14、14上空ミーンで1917年10月24日に戦死した。娘二人は海軍士官と結婚した。ロシア内戦中、白軍はペテルブルク戦線で活動する走行列車の一つをエッセン提督と名付けていた。ありがとうございます。